リラクエアの花澤です。本日は膝痛に効果的なセルフマッサージをご紹介いたします。今回ご紹介するセルフマッサージは、なるべく浴槽の中で、湯船の中で温めながら行った方が効果的です。はい、では始めますね。まず膝裏を揉みほぐします。膝裏の中央部分を中心にこういうふうに、人差し指から小指までの指を潜り込ませるようにして揉みほぐしますね。反対も同様に、片足だけが痛い場合でも、両足疲れてるかと思いますので、なるべく、痛い方を長めにしてもいいんですけれども、両方をやるようにしてください。このようにして1番は膝裏を揉みほぐす、2番はふくらはぎですね。ふくらはぎをこのように足首の方から膝裏の方に向かって小さくゆっくりと揉みほぐしていきますね。小さな円を描くような感じで下から上へ。ふくらはぎは結構痛みが出やすいところなので、あまり強くやらないようにしてください。反対も行いますね。このように、ふくらはぎを行いましたら、次は太ももになりますね。太ももは大きく掴んでパッと離すというのを繰り返しますね。これも下から上に向かって、膝裏の方から鼠径部の方に向かって大きく掴んでパッと離すというやり方で、全体的に戻します。掴んでパッと離す。というふうに下から
手全体を使って大きく掴んでパッと離すという刺激を繰り返します。手を使うと手が疲れてしまうっていう方はですね、こういうローラーを転がすようなタイプのマッサージ器具を使うのも、効果的です。まあ方向だけ下から上に持ち上げた方が効果的ですので、こういう形でこのように、これを使った方が、こういったものを使った方が指先を動かさなくていいので、あまり力もいりませんのでだいぶ楽です。このようなマッサージグッズを使って同じように気持ちよく行うのも効果的です。足首から膝裏へ、骨際の方も老廃物がたまりやすいところですので、ちょっと痛いですけれども、丁寧に行った方がいいですね。そしてももも、膝の方からももの付け根、鼠径部に向かって膝裏、今こうすねの方を通って足首から膝の方へ、でここからももの方、裏側も後ろ側も膝から鼠径部に向かって流すようにしますね。テニスボールを使って膝板を和らげる方法もあります。これは酒井慎太郎さんがテレビ番組でも紹介しておりましたが、このように仰向けに寝て膝の真裏にテニスボールを当てがって挟んで、膝を曲げて挟んで、この状態で30秒ほどキープします。これを毎日続けることで、膝の痛みが和らいでいきます。クリッコン、膝がちょっとパキパキ音が鳴るという方にもおすすめの方法になりますね。このように当てて、痛くないように、痛すぎないように気をつけて30秒ほど毎日行うようにしてください。いかがでしたか？ありがとうございました。